じゃあ私の方から、今日はログについて発表しようかなと思います。よろしくお願いします。これは最初楽天の、弊社の紹介なんですけども、まあ、楽天っていう会社、e コマースとインターネットのカンパニーです。で楽天はまあエコシステムを強みとして持っていて、いろんな、サービスをポイントとか、メンバーシップの ID でつなげているっていう形のビジネスモデルになっています。で、メンバー会員数は現在で1億1600万人くらいですね、日本国内で。取扱高が7.6兆円程度になっています。でここまでが、弊社の紹介で、ここから、私が所属している部署の、プライベートクラウドのログ周りについて発表しようかなと思います。で最初プライベートクラウドについてになります。プライベートクラウドなんですけど、弊社のプライベートクラウドはこういうふうな歴史を歩んでまして、最初2010年ぐらいに禅を導入したというところから始めました。で2012年あたりで VMware を入れて、2015年で、オープンスタックの方を導入を進めるという形になっていきました。ただ禅の方はもうないんですけども、 VMware の方はまだかなりの数が動いておりまして、インスタンス数は2万5000強くらい VMware の方がまだあります。で OpenStack はそれよりも全然少ない数ですが、現在導入を進めているところになります。でここから今のプライベートクラウドを使うにあたってで考えるべきログについての話になります。でログを管理するログについてという話なんですけども、まあ、ログっていうのは、まあ、多分管理しないっていう人はいないとは思うんですが、まあ、それをやることの、まあ、メリットとしては、まあ、ログでを、まあ、可視化をするっていうものに使ったりとか、あとは解析やデバッグに、するのが要因になるためにログの管理をしますっていうのがありますよね。で、あと、まあ、ビジネス要件としては、まあ、トラブルシュートの時間を短くしたりとか、まあ上で動いてるお客さん、まあ、弊社の場合はアプリケーションの、数々のアプリケーションなんですけども、そのカスタマーサポートをより良くするというのに使えたりします。ただ、まあ、容易に想像できることとして、まあ、OpenStack や、まあ、VMware の環境とかから出てくるログが、まあ、管理のしやすいものではないであろうっていうのは想像できます。あとは、ログの量っていうのは、まあ、台数が増えれば増えるほど量が増えるので、そのために巨大なストレージが必要だろうっていうのも、想像できます。で、まあ、コンサーンとしては、まあ、データのロスにはをどうやって気をつけるかっていうのと、まあ、いろんなソースから測れる吐き出されるデータっていうのをどうやってパスしてきれいに最後を可視化したりとか分析したりするかっていうところが焦点なのかなと思います。でログの管理についてなんですけども、まあ、重要なポイントとしては、まあ、高可用性のあるものにしたい、アベラビリティ、リダンダンシー、スケラビリティの高いものにしたいっていうところと、まあ、メンテナンシビリティも高くしたいですねっていうのがあります。まあ、データロスは極力ないようにしたくて、かつオペレーションのオーバーヘッドも極小にしていきたいですねっていうことは、まあ、みんなログを管理するときには思うと思います。で、あとクラウドで、まあのログを考えると、多分
そこそこターゲットになる対象が多いのかなと思うので、そこをどうハンドリングするかっていうのが大切かなと思います。で、弊社で言うと ESXi と KVM で、まあ、1000台はないんですけど数百台のホストと、あと上に乗ってる VM で数万くらいがあるので、それをどうしましょうっていう話になります。あとはいろんな種類のログが出るので、それをどうやって解析しましょうかっていう話があります。で、弊社の場合だとスプランクっていうのでログの解析をやることが多いです。あとはパフォーマンスログに関してはタイムシリーズ DB が必要かなと思います。で、次は弊社でどうやってログを、まあ、ハンドリングしているのかっていうところについてのオーバービューになるんですけども、だいたい VMware と OpenStack があって、両方ともログの解析、イベントログの解析にはスプランクを使っております。で、スプランクとあとアラートとかにページャーデューティーとか、まあ、パンドラとかもあるんですけど、そういうのを使って、解析等をしております。で、それ以外のパフォーマンス系のログに関しては、フルエント D や、まあ、オープンスタックでは一部メトリックビートっていうエラスティック社が出している、ログを取得できるエージェントを入れて、かつそれを、まあ、カフカを経由して飛ばすことで、まあ、いろんなところにデータを飛ばして解析したりバックアップしたり、まあ、他のカフカに飛ばしたりっていうふうにやっています。これが一応オーバービューになります。で、ちょっと次から一つ一つ細かく見ていこうかなと思います。で、イベントログについて、先ほどのスプランクの方のインフラになるんですけども、そこについて、で、まずオープンスタックのイベントログなんですけど、まあ、オープンスタックのイベントログっていうのはすごく多くて、種類も量も、各コンポーネントの中でも一つや二つではなかったりして、全部で多分ミニマムのコンポーネント入れても22個とかの種類のログとかが出てきたりしちゃいますね。で、かつそれが各リージョンだったりアベラビリティゾーンごとに出てくるので、それごとに、まあ、マネージしないといけないっていう問題があります。で、ここが難しいんですけども、大抵のオープンスタックのログがかなりマネージャブルではないっていう問題が、まあ、あって、みんな苦労するところじゃないかなと思います。で、インフォレベルのログだったらそこまでないんですけども、まあ、クリティカルとかのログとかが出ると、まあ、大抵あの Python なんで、 Python の例外処理で出てきた、ログっていうのがそのまま出力されちゃうっていうのがあって、それがかなりマネージャブルではないっていう問題がありますね。あとは、なので、まあ、それを解析できるような、まあ、エンジンが必要になりますねっていうところになります。で、 VMware 側のログなんですけども、まあ、うちの中では、まあ、ほとんどのログを、取ってまして、まあ、vSphere からのイベントログ、いや、あとワーニングとエラーのログを取得してる。あとは SN のストレージが、まあ、結構な数導入されているので、その各ベンダーの SN のログ、エラーログとかも、解析アラートのために取得しております。で、その解析にはうちでは先ほども、指摘した通りスプランクを使ってます。スプランクなんですけども、今は 6.4.pk っていうバージョンを使ってまして、
結構規模が大きいクラスターになってまして、まあ、インデクサーとかサーチヘッドとかのクラスターを組んでいる状態です。で、だいたい1日にここ150ギガって書いてるんですけども、最近ではこの、まあ、4月この春ぐらいの時はこれぐらいだったんですけど、今は300ギガ強ぐらい1日にデータを入れている状態です。で、インデックスされたデータの量は30テラ強ぐらい今のところあるっていうのがスプランクになります。で、スプランクを使って、まあ、ログをストアして、解析して、まあ、アラートとレポーティングに、使ってます。で、オープンスタックの方は、まあ、26個ぐらいあります、ログ、アラートなんですけども、これもまあ各、まあ、あのインスタンスを作ったのにエラーでなったとか、まあ、そういうおのおののコンポーネントから出てくるエラーとかを解析して、まあその結果からアラートを作っていったり、あとはまあコストの紐付きとかそういったところを解析したレポートを作ったりっていうので、まあ、ダッシュボードとかも16個くらいあります。で、VMware 側の方も、もういろんなアラートを、まあ、ログを解析してアラートを作って、こちらも68個とか、あとダッシュボードも12個くらい作ってるっていうのが現状になります。で、スプランクに関してはアラートの機能がとても使いやすいので、まあ、ページャーデューティーと連携したりとか、あとはヒップチャットとかそういうメッセージングのサービスと連携したりしてアラートを作ってます。あとスプランクの強みとしては、まあ、解析がとてもしやすいっていうところがあるのと、まあ、ほとんどのデータを何も加工せずそのままストアして、後で、まあ、解析するときにいろいろ何でもできるっていうところが強みかと思うので、そこはとても、楽に管理ができるところかなと思います。で、次はパフォーマンスのログなんですけども、まずログのコレクターについての話です。で、スプランクの場合はスプランクフォワーダーっていうエージェントがあるので、それを入れてスプランクに転送するんですけども、まあそれ今うち弊社でやってるパフォーマンスの方のログに関しては、まあ、何を使うのがいいかっていうのは、まあ、いろいろな要素をもとに決めてます。で、まあ、とはいえ、まあ、一般的に考えられることなんですけども、まあ、いろんなフォーマットのログがさばけるものを使いたいですよねっていうところと、あと、まあ、パースのエンジンがとても強いものが、好ましいです。あとはまあ、エージェントなんで動かしても、それで食うリソースが極力少ないものがいいですよねっていうところと、あとプラグインとかの形式で、まあ、いろんなところにデータを食わせたり飛ばしてたりするものが好ましいかなと思います。で、まあ、いろいろエージェントのソリューションはあるんですけど、弊社の場合ではフルエント D を今のところ採用しているという状態です。で、まあ、メトリックスの部分に関しては、KVM の方ですけども、メトリックビートを最近導入してます。で、ハイパーバイザーのホストとあとストレージのログについてなんですけど、ここについてはフルエント D を使って、NF コントラックカウントっていうのをエグゼックプラグインで取って解析を、カフカ経由で投げて解析しています。この NF コントラックカウントっていうのは、まあ、インスタンスを KVM 上で動かしていて、DNS キャッシュとか聞いてないのが
あったりすると、こういうこのカウントがすごい上がって最終的にパケットロスになっちゃったりとかあるようなものなので、注意深く取っといた方がいいものの代表例になりますね。オープンスタック KVM ホストの中でね。あとは普通のメトリックスは今はメトリックビートを使っています。でメトリックビート入れる前はそこもフルエントディでやってました。あと VMware の方に関しては、フルエントディでログを取ってるんですけど、ここはインハウスで開発したプラグインを使ってデータの取得しています。でこちらも、パフォーマンスログの解析にはInfluxDB とグラファナを使っています。あとはその上で動くホストでハイパーバイザー上で動く VM のパフォーマンスログっていうものについてなんですけども、こちらについてはまあ各々のインスタンスはインスタンスでその中でエージェントを動かしてパフォーマンスログを取ることも普通にしているんですけど、それに加えて、まあ、ホスト側から取れる情報として、情報としてのパフォーマンスログっていうのも取得しています。で、そこに関しては、KVM 側については、特に公式で何かツールがあるとか、そういうことはないんで、Libvirt の Python のバインディングをちょっと使いまして、ここにちょっとだけ書いたんですけど、まあ、その API を読んで CPU のパフォーマンスのログとかを取得して JSON に入ってデータを転送して解析してたりします。で ESXi に関してはこれは vCenter から取ってきたログをそのまま転送して解析してます。あ、でここのコードはかなり簡単、簡略化したやつで、本当はもっといっぱい、書かなきゃ動かないんですけども、大体こういう Libvirt の API 使えばできますよっていうところです。で、ログを転送するときに、その前のフロントのところで Kafka に一旦送るようにしています。で、Kafka については、今はバージョン 0.10.0 っていうのを使ってて、これ自体もオープンスタック上で動いてます。で、まあ、フル SSD を使っています。で、大体、Kafka のトピックっていうのをまず作って、その中にデータをいろいろ入れていくんですけども、まあ、3レプリケーションにして、一個一個のトピックは100から500ぐらいのパーティション数で使っています。で、Kafka を経由して、かつ、コンシュームをフルエント D にすることで、まあ、いろんな、で、フルエント D のプラグインも豊富にあるので、そこから、また、InfluxDB に飛ばしたり、Kafka に飛ばしたり、あと、うちでは、本当に重要なログとかは、Google のクラウドストレージに飛ばしたりしております。で、タイムシリーズ DB、グラファナについてなんですけども、InfluxDB はバージョン 1.0 っていうのを物理サーバー上で動かしています。で、これについては、昔はクラスター機能があったんですけど、最近のバージョンから、クラスターの機能がエンタープライズのみになっちゃって、オープンソースで使う場合はクラスタリングが組めなくなっちゃったんで、弊社の場合は Kafka とフルエント D を組み合わせることで、このフルエント D とかもいっぱいあるんですけど、組み合わせて、InfluxDB へダブルポストをしている状態で助長性を取ってるっていうような形をしています。これでまあダブルで書き込んでミラーリングをしている形ですね。で、グラファナーに関してはこれで InfluxDB に入れたデータを、たパフォーマンスデータを、可視化をしていて、今だと OpenStack と KVM 合わせてパフォーマンスログの解析で、解析用として72個ぐらいダッシュボードができているような状態です。
で、グラファナーからアクセスするところで、今回 InfluxDB を2つ置いてミラーリングしているので、その前段にロードバランサーを置いて、まあ、どっちかもし障害で落ちてても、監視の、可視化については止まらないようにしております。なのでここまでパフォーマンスログに関しては、まあ、FluentD をこれデータコレクログコレクターとして使って、まあ、いろんなフォーマットのログを、まあ、プラグインを使ってデータの転送をハンドリングを、まあしており、かつ、まあ、パースもすごくやりやすいので、それで、整形してやっておりますっていうところですね。パースに関して言うと InfluxDB っていうのがネストした JSON を入れれないので入れれないんですけど、ただ取ってくるデータは結構ネストされたデータが JSON で取るときにネストされた JSON のデータがいっぱい出てくるんで、そういうのは一旦、カフカコンシューマーとして動かしているところの FluentD でパースして、そのままパースしたものを送ったりしてます。で、あとはリダンダントシステムということで、まあ、InfluxDB もクラスター機能がないんですけども、まあ、カフカとフルエント D のコンシューマー使って、まあ、ミラーリングを、やっております。で、まあ、カフカをもカフカには、まあ、3日ぐらい、リテンションを切ってデータを入れているので、最悪どこが落ちても再送処理をさせたりすることができて、データのロスはほぼなくせるようにできています。で、本当に重要なものに関しては加えて、Google の方にバックアップ取ったりもしてます。で、サマリーなんですけども、まあ、今のところ弊社の場合の弊社のプライベートクラウドに関しては、イベントログでは Splunk を使っており、パフォーマンスログに関しては InfluxDB を使ってます。で、今まで話した、構成によって、まあ、自分たちが求めている、全てのリクワイアメントを満たしています。で、トラブルシューティングも簡単になってて、まあ、ビジュアライゼーションやデータ分析で、まあ、今後のためのインプルーブメントもできるようになってます。っていうのが、弊社のプライベートクラウドにおけるログについての話でした。以上です。お話しいただこうと思います。